ジャダランとは、モンゴル部に属する遊牧集団の名称。チンギスカンとモンゴル部の覇権をめぐって争ったジャムカを排出したことで知られる。現聴必死に伝えられる伝承によると、ボルジギン氏の子祖であるボドンチャルが、ウリアンカイブを征服したとき、身重の女性がおり、ボドンチャルはこの女性を、自らの妻とした。ボドンチャルの妻となったウリアンカ大は、まもなく、 子供を産んだが、ボドンチャルの子供ではなく、よそ者の子供であったことから、ジャジラダイと名付けられ、ジャダラン氏の死祖になったという。もっとも、このような伝承は通俗的語源解釈であって、史実を反映したものではないとする見解が有力である。ジャダラン氏は、漁師では、チャカラツとして登場し、モンゴリアに逃れてきた、ヤリツ大石を衰退したことなどが記録されており、この頃には、 モンゴル部内でもかなり強力な氏族であった。ジャダラン氏族の祖ジャダラ大の系図。村上1970、38から39ページ。村上1970、43ページ。両子牧三十、大石、西至るカトン城、中北帝都五府、海部、ストク海茂る、新、大林、芝川、打倒七州及び大王失意、敵拉王治村津。 チャーカラツ、ナリキ、ビコトク、ニ、ラツ、タッチラツカイ、タッシミツザト、ミツジキ、ゴーシュ、カラスふるさと、ソウラナイ、ヒロシソクカン、カラコ、コツハハ、オモウ、ケイテキ、類似筆十八部応酬、漁師巻30、遠京三年、チャーカラツブハゲロヤリツエンヤマタメトブショ、ゴエイヤリツテツタタメトカン、リツ7万期統制。ありがとうございます。